こんにちは、さすきです。本日はメルカリ初心者です。商品が届きましたが、欠損がある不良品でした。この商品を返品する対応方法がわかりません。返品の流れを教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はい。この動画ですね、LINE アットがですね、質問ありました。ぜひね、紹介させていただきます。はい。まずですね、こちらですね。まず、不良品が届いた場合なんですけど、出品者に連絡してください。出品者ですね。で、出品者へミスを認知ですね、認めさせて、絶対に逃げさせないようにしてください。で、メルカリ事務局へすぐに連絡してですね、状況をですね、連絡してください。で、早ければですね、2、3日以内で連絡来ます。遅くても、一週間以内に来ますので、ぜひ安心していただければいいかと思います。はい。で、メルカリ事務局へ連絡をですね、出品者へですね、取引キャンセルのね、連絡ですね。まあ、これを絶対にしてください。はい。まあ、何か言ってきてもですね、壊れてるってことでね、メルカリの方にしっかり言っていただければ大丈夫です。はい。で、なぜかと言いますと、お金ですね。お金はですね、メルカリが持ってますので、メルカリというのはですね、購入者の方が強いです。売ってる人間じゃなくて、購入者の強いので、ぜひ安心していただければいいかと思います。はい。で、その後、メルカリ事務局から連絡が来てからですね、商品をですね、返品ですね、送ってください。で、まあ、先ほども言ったんですけど、お金はですね、メルカリ止まっているので、まあ、こちらですね、和解の取引が終わりましたら、返金されます。で、一番怖いのはですね、ここですね、相手の評価をしてしまうとですね、終了してしまいます。はい。で、買った、ね、購入者が、もう、返品ですね、できるないくなってしまいますので、ぜひね、ここをですね、絶対注意していただければいいかと思います。ぜひね、試してみてください。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアル、プレゼントします。というのスタンプをお願いします。あと、YouTube はストリートでは受け付けません。LINE の登録によろしくお願いします。あとですね、動画が良い場合ですね、グッドボタンお願いします。ぜひお待ちします。本日は最後に見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。